タスクコマ。君から見た僕はきっとただの友達の友達、うん、たかが知人 B に向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、うん、海に誘う勇気も車もない、でも見たい隣目覚めて、おはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、生まれた星の元が違う夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。モデルみたいな人なんだろう、oh. そいつはきっと君よりも年上で、焼けた肌がよく似合う洋楽好きな人だ。キスをする時も君は背伸びしている、うん、頭を撫でられ君が笑います。ダメだ、何一つ使ってない。いや待てよ、そいつ誰だ。会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、君が他の誰を気になっていたって偶然とあぶらかたぶらな力で僕のものに、この胸の焦りに身を任せ、君のとこへ走ったとして、実は僕の方が浮かんできて、真夏の空の下で震えながら君のことを考え
ます好きなアイスの味はきっと会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか夏の魔物に連れ去られ僕の元へ生まれた星の元が違う